6月に入り取水期が迫る中、災害現場に投入される車両の操作方法を確認する訓練が昨日久留米市で行われました。訓練にはおよそ30人が参加し、指揮や情報収集を行う対策本部車や電源がなくても周囲を照らせる照明車など災害現場での車両や機械の操作方法を確認しました。九州地方整備局は災害時に迅速に対応できるよう車などを操作する人材の支援を受ける協定を地元の建設業者などと結んでいて、1月の能登半島地震にも派遣されています。災害の場合はすぐに対応しないといけなかったりするもんですから、普段から慣れていただいて、確実に、迅速に、あるいは安全に、対応できるように。担当者は大規模長期間化する災害に備えるため連携先を広げていきたいとしています。